溝の鎧草は、セリカシシウド属の多年草。茎は、普通紫色を帯び、直立して高さ1から2メートル、太さは、計1から3センチメートルになり、中空で、上部は分子し、しばしば上部の節に細かい毛状突起がある。長い傭兵があり、葉は、大型の三角形で、長さ幅ともに30から50センチメートルになり、2から3回3では上腹用で、 さらに2から3列することがある。醤油は、質が、やや厚く、裏面は白色を帯び、長大円型から強卵形で、長さ9から20センチメートル、幅4から9センチメートル、先は A 戦闘、または A 頭、円は A 巨子になり、基部は節形または広いくさび型となり、しばしば醤油兵に浴場に流れる。茎の上部の葉は小さく耐化し、 傭兵の基部は東卵型に鞘状になって膨らむ。夏季は7から8月。茎先や分子した枝の先端に、細かい毛状突起のある大型の副産形果樹をつけ、計3ミリメートルの白色の小型の五弁の花を多数、蜜につける。花は時に、淡紅色を帯びることがある。副産形果樹のもとに、双方辺はなく、 小花女のもとに小僧方弦はないかまたは小数個ある。花柄は30から60個あり、長さ5から8センチメートルになり、小花柄は細く40から60個あり、長さは5から15ミリメートルになる。果実は楕円形で、長さ6から10ミリメートルになり、文化の背面に3脈あり、川高市上は扁平で、広い翼が張り出す。はの表面側の、 各、セミゾ下に一個ずつ、文化が接し合う、合成面に二個ある。日本では、本州、北海道に分布し、山地の林園など、日当たりの良い場所に生育する。世界では、朝鮮半島、中国大陸、カラフト、ウスリー、シベリア東部に分布する。和名、エゾの鎧草は、エゾの鎧草の井で、鎧草とは、同族の鎧草へリハーカのことで、 二から四回三では上腹用の小葉の連なる様子を鎧の板や草刷りに見立てたもの。エゾヌとは、その鎧草に似て北海道に産することによる。種商名サショリネーシスはサハリンのの意味。次のような海分類を認める場合がある。ありがとうございます。